こんにちは、ギターの萩野です。お元気でやっていますでしょうか。私はとても元気でやっております。レッスンができなくなってからですね、早2ヶ月ほどになると思うんですけれども、やはりね、寂しくなることもたくさんあるんですけれども、そんな時はですね、こうギターを弾くのが一番なんじゃないかなと思っております。まあ、前から、常々言ってたことですけれども、やはりやらないとですね、どんどん、衰えていきますし、忘れていくこともたくさんあると思うので、ぜひですね、この機会に、今までやってきたことを思い出しながら、また、それを生かしてですね、新しい曲にチャレンジしてみるのがいいんじゃないかなと思っております。幸いですね、ギターはこう家で引きこもるには最適な楽器なんじゃないかなと思います。まあ、今はね、消音道具を使って、ね、弾いてるんですけども、やはりこう緊張迷惑に、ね、なかなかならないですしね、一人でも弾けるという、まあ、いい楽器ですね。まあ、そういうわけですね。まあ、社会が落ち着きましたら、また皆さんと元気にお会いできることをとても楽しみにしております。くれぐれも、お元気で気をつけてお過ごしください。それでは。